こんにちは、こんばんは、おはようございます。札束系 YouTuber ぎこちゃんです。ずゃー、そして今回はゲストが来ておりますよ。はい、毎度お気に入りつつです。うんこ系 YouTuber のつつです。ちょっと噛んだ。うん。はい、今回はね、うん、企画として、はい、まあ私あんまり PS たるものがないので、うん、ちょっと面白い企画をしたいなと思ってて、いや面白いかどうかもわからんからね、うんうんうん、相手のデッキを交換して組みます。はい、で、弱いデッキを組みましょう、お互いに。ほうほうほう。で、相手のデッキを組むんですよ、弱いデッキを。だからそのデッキをお互いに組んだ最弱デッキ同士戦って勝った方の勝ちっていう、まあ、なるほどね、単純なね。確かに、うん、まあ普通にやっても絶対負けるから、俺がギコちゃん、まあ今のところね、うん、そうそう、負けるから。これは結構ね、俺にもあるよね。そうね、ワンちゃん。なので私はちょっと、ね、先にこのウルトラレア宝箱がここにあるんで、これ引いちゃいます。何が出るかな。スケラか、嬉しい嬉しい。もう5枚目ですね。あと5枚でレベル4になりますから。さあ、じゃあ早速ね、うん、お互いにデッキを、じゃあ3番私はね、使っていただいて、じゃあ俺も3番ですか。分かりました。でこっからはね、画面見ちゃダメですっていう感じですね。だからまあこんぐらいにしておきますか。うん、こうしましょう。もうとことん弱くしていいやんな。とことん弱くしていい。じゃあ組みましょうか。はい。とことん弱く、難しいなこれさ。逆に難しいよな。難しい。まあ、まずはこれやな。まずはこれ考んの。どうすりゃいいかな。面白すぎんだけど、ね、これはこれさすがに面白いな。うん、これ、あ、これは弱いな多分。どうしよう、弱いの作ったって言ってさ、うん、え、これいいじゃんとかなったらどうしよう。あ、逆にね。うん。はい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 。はいはい。なるほどね。結構結構雑魚い。うん。結構雑魚いか。ああ、なるほどな、こういうことか。俺ならできたかも。できた？うん。私もできました。できたら、あの、自分のソーシャルの画面にしましょう。右、下の右が2番目ですね。そうすれば見れないじゃん。オッケー。できました、私。はい、こんなもできました。できました。じゃあ、画面戻して。じゃあ、早速ね。うん。フレンドバトルを。え、俺買ったわ、これ多分。マジ？うん。私がじゃあ作りますから。はい。じゃあ、お互い考えてることは一緒かもしれないし、わかんないからね。じゃあ行きましょう。はい、フレンドベロ、いくよ。かかってこい。さあ来い、勝負だ。どう。リトルちゃなこれ。なるほどね。マジこれ。なるほど、こういうことね。なんやこれ。なにこれ。あ、さあどうする。あ、間違えた、またやっちゃった。すればいいかな。なんじゃこれ。ちょっと待って。これ無理やろ。何が無理なんですか。あ、待って、来るんか。よし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 、やべ。え、俺のデッキ別に戦えるやつ。マジ。よしよしよし。あ、やばい、処理された。うん、一つ言っていい？うん。な、うん、ユニットスケルトンしか来ないの。な。え？そんなことないでしょ。いや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 。いい勝負だよ今のこでも。あ、痛い痛い痛い。そうそう、こういう感じ。そういうことね。うん。スケさんを、うん。これでまあスケルトンもあれぐらい。うん。計算勝つ。いやー、ちょっと待ってよ。あ、まずい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 。そういうことね。そういうことしてくるんだ。そう。あ、これでどう。まあ200ぐらいで。よしよしよし。
いい感じ、いい感じ。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。これお互い組んだ最弱デッキだからね、これが。ちょっと待って。オーブンがよしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。メガナブルで。ザップ。からの。いけいけいけ。あ、いて。それはひどい。ザップ、どんだけ多いのそれ。からの。あー、マジミスだ。そうね、また。で、ポイズン。言いたいことも言うよ。どっから拾ったの？やばい。ザップでしょ、それ。からの、さらに。またトルネード。うん。どんだけトルネード多いの？からの。ザップからの弓矢からのスケート。ああ、なんそのさ、レイジなんだ。ああそれレイジないっすやめろよしよし。ああ、くそ。ちょっと待って、俺もう防戦一方なんやけどさあ、どうする土田ファミリアよ。この戦いどういう風に決めようと思います。あかん、あかんと見れへん。よしよしよし。あかん、来るなぁ。いけ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 。ちょ待って、キッズすぎこれやらせませんよ。右負け、右負け。マジやばい、向こうが見る見る。見る、よしよしよし、見る、よしよし、スケラ。ちょ待って、これさ、うん、あかん。何が。もう一回。ダメです。ダメ、もう一回。ちょっともう一回やろ、これ。よっしゃどうだ、最弱デッキの勝負俺のじゃ、全然最弱じゃなかったぞ。え、俺全然強かったね。ちょ、もう一回やらして。いいよ、もう一回。何すんので、最弱なんやけど、うん、この、なんだっけ、なんていうのデッキ、あの、魔法系。そう、まあ、なし。魔法系は、一個まで、うん、1個までね、うん、分かった。もう一回、もう一回、うん、リベンジ。オッケー。画面見ないようにしよう、うん、魔法系1個までね。魔法系は1個までの中でも最弱。オッケーオッケーオッケー。自分の中で最弱ってことね。そうそうそうでも、意外に強かったのなんでや。そしたらどうしようかな。あー、でもこれも、あ、そうしよう、そうしよう。こいつも強かったもんな。なるほどね。なるほどね。はい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 。これでいいや。あ、でもこいつはあれやか。ゴブリンギャングって何なの？なんか6人ぐらいゴブリン出てくるね。マジ？うん。まあこれかな。お？私は魔法は1個やで。魔法は1個だよね、うん、別に入れなくてもいいんだよね、むしろ。うんうん。オッケーオッケー。まだ見ちゃダメだよ。うん。俺はいい勝負になると思うけどな。まあそう、うん、そんなこと言っちゃう、うん、だってもうゴブリン、じゃあスケルトンしかおらなかったもん。まあね、うん、はいはい、組みました。ではお願いします。これ倒しますか。俺が船飛ぶ。うん、ゴー、いきます。はい、3、2、1、ゴー。なんだパーティーは。さあ、自分の中で最弱。なるほどね。なるほどね。
細かいな俺のやつ。何これ、うわーこれ分かった、超おもおもや、おもおもだよ。あーそういうことね。うわうざいぞ。でもさすがにこれは逆にうざいぞ。そんな細いのでいけるんですか。これはうざいかもしれない。どうしようかな、スパッと開けるね。こちらの細かすぎてね、潰せるよ。こちらからね、やるこぎが、それをへへやめろ。だけど、この子はやばい。これはまずいぞ。しかし、ところがどすこい、この強さ、ところがどすこい、この強さ、うわこれはうざい。プリプリよ。まあでも止められるよな、ポンっつって。いや、なんかそう、なんかそう。おい、ボーラーがやばいよ、ギコータさん。ボーラーそんな攻撃力ないよ。なに、どんどん行くよ。やばい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 、まずい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 。クリンちゃんでっかいのコスト重いのたら低い、やばい。さあへへーいけるか、ペクルペイポーペクルペッカね、ペッカはそっちいるんだったら、右肘左肘交互に見てと。そしてあかん、プリーズ。重いよ。よし、早い、行け。よし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 、あーマジで、これ辺に5席やってるわ、もうよっしゃやだやだよっしゃこれでもちょっと面白かったわ、すごい戦いね、いい勝負したね。しかだから、うん、真逆だったってことや、思考回路が最重量と、そう俺は小さくで、うん、っていう感じ、でかすぎるな。俺がちっちゃくされて、うん、あの手がかかったんだね。いや面白かった、これは面白かった、うん、マジか。最重量 VS 最軽量、いや、ま、いいっすね。まあ俺の使い方が多分微妙やったけど、多分強いんだろうね。うん、強いと思う、うまく使えば、うん、そう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 、うん、ということでね、今回はね、つちさんと一緒に勝負してきました。はい、つちさんの方でもクラワの動画があると思うんでね、概要欄からチェックしてください。はい、ということで以上、ぎこちゃんとつっちゃんでした。バイバイ、バイバイ。